ミルクサッカーアカデミーは毎朝配達中。私、受講生の井上真と申します。そしてこの方、シャキーン。いやー、美味しかったですね。ありがとうございます、ね、うどん食ってきましたもんね。いえいえ、はい、ノーミルク佐藤です。どうも穏やかな先生にね、お腹いっぱいということで今日も楽しく聞いていこうじゃないかということでございまして、はい、プロサッカーデータマンかつ、乳製品アレルギーのノーミルク佐藤先生に今日も伺っていきましょう。それでは早速。ワンコそばは食べれます大丈夫ですよね、はい、では今日のポイントからお願いします。はい、岩手グルージャ盛岡のポイントです、うん、1点目、はい、決め切りたいスタートダッシュ、肝はゴールデンウィーク。おー、はいはい。2点目、うん、年々増える失点数、うん、その減少が最重要課題でございます。なるほど。3点目、フォワード谷口海斗に続くスコアラー候補が新たに2人。マジっすか。ラスト、新しくね、チーム名が、はい、岩手という名前が入りました ね、 本当ですね、はい、ということでチームもね一新ではないですけど、うん、盛岡と言わずに岩手と言わなきゃいけないですね、これからは。はい、新規行って、わかりました、頑張ってください。はい、それではシートの方を開いていきましょう。ドンって言われて出ました。これが先生のですね、綿密なデータ、そして自由な発想、そして少しの遊び心でですね、はい、構成されました、スタメン、予想と、そしてご、ポジションごとの番手になっておりますので、詳しい見方、色などに関しましては上に出てます表の見方、おすすめのところね、クリックしてそっちの動画にお任せしておりますということですね、はい、それでは先生、教えてちょうだいませ。はい、よろしくお願いします、はい、うん、まずですね、はい、盛岡に関して、岩手グルージャ盛岡に関してはまたね、日程の話しなきゃいけないんですけど。なるほど。あの、うん、本当ね、さぬき会でもちらちらとお話させてもらったんですが、ほうほう、実は盛岡逆で序盤戦にホーム多いんですよ、うんうん、で東北のチームって、はい、夏どうしてもその暑さにちょっと負けやすい傾向があったりするんですよ ね、 なるほどね。なんで最初のこの春先のそのスタートダッシュでどれぐらい勝ち点稼ぐかってかなり大事になってくると思うんですよ。先行でね、貯金しとかないとってこともある。そう、しかもそれでホームが多い状態になるので、うん、いいですね。あのね、うん、特にね、秋口大変で、盛岡は、うん、あの9月の7、15、29って、はいはい、その9月の3連戦のところがアウェーアウェーアウェーなんですよ、うん、ま、藤枝、富山、福島と、うんうん、そういう時期がちょっと辛いので、ホームが多い間に頑張ろうぜと、うん、でただそうは言っても開幕2連戦はアウェーなんですよね、はい。ああそうですか、はい、ああそうか、なので、なるほど、スタート、特にゴールデンウィークあたりはホーム多いんで、うん、ここら辺頑張っていただきたいと思います。頑張りましょうということで、はい、そしてですね、盛岡もですね、うん、実は年々ですね、うん、失点数が増えております。あらま、5年間遡っていくと、はい、まあ、39、47、47、49、56ということで、これやっぱり失点減らさない限りは、はい、まあ、昇格は厳しいですよね、やっぱりね、得点ももちろん大事だってところもあるんですけど、はい、失点は減らさねばならない、なるほど、最重要課題かなっていうふうな形です、はいはい、でデータで見返してみれば、うん、シュート成功、チャンス構築、ピンチ対応、シュート対応の4つが、はい、B、G、A、F と、はあはあ、なんでディフェンスのところと最前線のところはいい評価ではなってはいるんですが、うん、チャンスのところと、最後のね、競り合いのところっていうんですかね、ペナルティーエリア内の話のところがちょっとね、ランクとしては低めになってるので、うん、ここをちょっと上げていきたいところではありますね。で今回、このねオフシーズンを終えてって状況から考えての目標ライン、はい、データから予想できるところで出してみたんですが、うん、これがですね、順位としてはだから11位とは出ておりましたので、はい、まあ、一桁を狙おうぜってところにはなりますよね。もちろんもちろんね、うん、はい、で失点がちょっと改善されて48、はい、で得点もその分改善されて48ということで、はい、マイナス15が0になってるよと。なるほど、まあ、これは一つ大きいと思うんですね、はいはいはい、やっぱり一気にねマイナス15とかマイナス20から、うん、プラスに、まあ、真逆に絶対値でこう、ね、40ぐらい改善するとかちょっと厳しい話なので、まあ、段階経て上に上がっていくチームになるんじゃないかなというふうに思っております。であくまで先生のね補強から、読めるデータの予想でこのような数字に一応予想、お天気予報みたいなもんですからね、はい、この上行っていただく分にはもうねやぶさかではないですか、もう裏切ってほしい、本当ですね、はい、はい。でそしてスタメンなんですが、まあ、キーパーはそのまま土井選手、はい、土井選手でディフェンダーがですね、うん、深井選手、福田選手、米原選手が入ってくるかなと、はい、うん、まあ、あとはそこにね木下選手もなんかもいたりするんで、ちょっと競争はちょっとレベル高いんじゃないかなと思ってます、はい、なるほど。でもうね気にしたいのがこのボランチですよ。ボランチ、ボランチにね、うん、もうやっぱりこの人紹介しなきゃいけない。なんでしょう、冷蔵庫シリーズでもだいぶ紹介させていただいたんですが、はいはい、串田選手なんですよ、はいはいはい、まあ、今回ね、まあ、海外から逆輸入スタイルで入ってきた選手になるんですけど、はあはあはい、あのタイではベストミッドフィルダーに選ばれたりだとか、お
あのリーグのベストイレブンなんかにも選ばれていて、リーグのレジェンドですよ。タイリーグの。そうです。32歳ということで経験豊富なんですね。そうなんです、はい、海外経験豊富なので。本当だ、このデータでもね、チョンブリ、バントン、チャイナート、タプート、ウーロンゴン。そうなんですよ。今回そのウーロンゴン、オーストラリア、オーストラリアに持ってるんだね、はい、やってきた選手にはなるんですけど、本当にいろんなところ経験してますから、タフですからね。なるほど。彼がやっぱりこのチームのボランチにいるってだけで、はいはい、ちょっとやっぱり変わってくる部分があるんじゃないかなというふうに思っていたりしてます。 J は初挑戦なんですね。そうなんです、そうなんです。おー、すげえ面白いですね、変わりだね。やっぱね、そういう選手が、まあ、去年はね、あの小谷選手がやってましたからね。ああ、そういうことを考えると、なるほど、まあ、そういう選手がこの盛岡の、はい、このアンカーというか、このボランチの位置を務めていく。アンカーには面白い方を連れてくるのが岩手スタイル、ね、なるほど。そしてですね、両サイド麦倉&大谷なるから、はいはい、で、シャドウの位置に谷口&嫁坂でワントップ宮市と、うん、ああここいいですね、なるんじゃないかなと思っておりまして、はい、やっぱりねこのチームのもうエースにもうなりました谷口海斗選手は、はい、うん、去年の15ゴール以上の活躍をしていただきたいというところはありますが、はい、ね、うん、谷口選手がどうしてもそれでマークがね厳しくなってくると思うので、はいはい、2番手、うん、得点力としてというか、得点ランキングチーム内2位になる選手が誰になるのか、そしてどれぐらい点を取れるのかで、このチームの最終順位が決まってくるんじゃないのかなというふうにも思ってたりします、はあはあ、で去年からもねいてくれた宮市選手はってところもあるんですが、バッチしてほしいですよね。今回新たにやってきた、何ですか、誰ですか、やべえフォワードがいるわけですよ。誰ですか、誰ですかね、先ほどスコアラー候補としては2人いったんですけど、チャンスメーカーも実はもう1人いて、はい、籔内選手という選手が岐阜から加入したんですが、はい、彼だとか、そして麦倉選手あたり、そして嫁坂選手とか、ね、ここら辺はもうチャンスメーカーとしてやっていっていただいて、はい、得点をするのがもうこの2人でしょと。誰です、誰です。菊池翔太選手ですね、はあ、まず1人目が9番、はい、うん、そしてもう一人が平川元気選手。なるほど、この二人じゃないかと思っております。ほうほうほう。で菊池選手からちょっとご説明させていただきたいんですけど、もともとですね、あの駒沢出身なんですが、うん、その後にいわき行ったんですね。おうおうおう。いわきのあのもうガッチガチにムキムキな、はいはい、選手なので、うん、もう最前線でもうフィジカルバチバチにやり合ってほしいなと。なるほど。でも相手もなぎ倒してもらって、まあ、ファールにならない程度にね、なぎ倒してもらって俺がゴール前の戦場の挟やっていうところで点決めてほしいなっていう。胸板でするサッカーみたいな感じですか。そうなんです。なるほど。でもう一人がですね、平川元気選手なんですよ、うん、で実はですね、ルーキーとしてはこの森岡唯一なのかな、ルーキーは、ルーキーの、ルーキー唯一のルーキーになる、なるんですけど、今回ですね日本体育大学からやってきたルーキーになるんですが、もともと、はい、もともとですね札幌の U18 出身なんですけど、もともとその時にあのいわゆる高校だったら高校プレミアとか高校プリンスとかっていろんなリーグ戦やってたりするんですけど、はいはいはい、うん、高校プレミアの時に得点を取ってるんです、うん、ほうほうほう。そう、そんな選手とか、もともともうだからがっつりスコアラーっていうその得点感覚、うん、得点のその嗅覚をもう研ぎ澄まされたフォワードがやってきましたよと。186センチなんですもんね。そうなんです。体格もだから宮市選手と同じぐらいの高さを。そうなんです。誇っている。だから宮市選手の高さ&スピード、平川選手の得点感覚と高さ、うん、はいはい、そして菊池選手のマッチョさ、もう泣いた、もうマッチョイズムで、谷口海斗選手のもうエース的なね動きってところで、もう前線楽しみで仕方ない。楽しみですね、本当ですね。スコアリング皆さんちょっとね頑張っていただければと思っております。そしてビューポイントの上級と中級です。まず上級なんですが、先ほどもちらっと名前出したんですけど、麦倉夏希選手、もともと年代別代表の経験も持ってる選手になります。リオ五輪代表のね目指すチームに呼ばれていました。彼のね魔法の左足を見ていただきたくて、その緩急、ボールの緩急の付け方がとてもとても絶妙なので、ほほ、谷口用だったらこうだろう、うん、宮市用だったらこうだろう、あ、そっか、菊池だったらアバウトにやってもいいだろうとかってことはいろいろ出てくるんじゃないのかなと思ってます。なるほど、筋肉あるしっつって。そうです。あ、じゃ あ, あのプレスキッカーも麦倉選手、おそらくやるでしょうね。なるほど。
そしてビューポイントの中級は先ほどもお伝えした櫛田選手、はい、櫛田選手、まあ彼がね、うん、どれだけのこうさばき方を見せてくれるのかを僕はだいぶ注目はしておりまして、いやすごいね、インターナショナルのさばき方、そうですね、うん、もうタイとかオーストラリアのそれこそ下部リーグにね経験もありますから、いろんなタフなリーグでそれこそベストイレブンとか、おお櫛田とか呼ばれてきたやつもう方ですから、はいはい、もう各リーグのそれこそ各国のレジェンド級の選手たちにも、うん、おお櫛田ってこう呼ばれる名前をね知られてるぐらいな選手ですから、はい、彼が日本でどういったプレーを見せてくれるのか期待しております。楽しみですね、はい、はい、彩り豊かですね、はい、はい、そんなはいで楽しみになってまいりましたね先生ね、はい、なんか牧場とか僕結構思い出ある、小祝牧場とかちっちゃい頃ね行った思い出があるんですけど、アイスが美味しいんですよ、ね、牧場のアイスってカッチンカッチンなんですけど、スプーンでねほじくりしてもう飛んでっちゃうんじゃないかぐらいのね、それがね口の中でこうなんて牛乳の甘みというかねコクというかね深さだ、すいません忘れてました、先生がアレルギーなの、すいません忘れて全然喋んないと思ったらあんなに流暢だったのにあんま牧場とかはそんなにね行かないかもしれないですね。でも行って、はい、牛とか自体は牛肉は食べるんでしょ？あんまり食べない。食べないですか、はい、なんで食べない？豚肉は食べる。豚は食べる。ああそうですか、はい。そこもなんかちょっと意識されたりしてるんですか。そうですね。ああそう全然口が全然動かないです。ありがとうございます。ということで岩手もいいとこいっぱいなんでね、はい、アウェーで行って観光も楽しいということでございますの で、ね、皆さんお出かけくださいということで、ミルキーサッミルキシミルクサッカーアカデミーでは、毎朝配達中、ぜひねツイッターもやっております、そしてチャンネル登録もぜひお願いします、明日の朝も出していきますのでね、そしてこの動画自体にもねいいねボタンつけていただけますと岩手グルジャ盛岡の魅力が皆さんに伝わればいいなと思っておりますけど、さあ、はい、というわけで先生 JS2 の開幕も迫ってまいりました、はい、楽しみですね、楽しみですね、はい、我々もこれをね、全チーム取り終えるまで頑張りましょう、待っててください、はい、というわけでミルクサッカーアカデミー井上でした、どうもミルク佐藤でした。